お世話になります、ひとりでございます。ダイパリメイクで実装されないとほぼ確定しているとばりゲームコーナーですが、実は10連チャンするととある報酬がもらえるらしいんですよね。この報酬は一体何なのか、そして手に入れるにはどれくらいの時間がかかるのでしょうか。気になりますよね。まあ私は調べてる段階で何が手に入るかは知っちゃってるんですけどね。で、ダイパリメイクではこの要素は復活しないわけで、じゃあ我々の力で勝手にダイパリメイクしたくなりますよね。私は DIY でダイパリメイクしたくてしたくて眠れなくなりました。多くの方も同じく眠れていないと思いますので、今回はとばりゲームコーナーで10連チャンするには何時間かかるのか検証していきたいと思います。はい、ということでゲームコーナー行きましょう。コインケースはさっきね、裏で取っときました。あ、ここじゃねえか、間違えたバカだここだと思ってた。ダイパ歴はね、ちょっと私最近やったことあるっていう感じ だけなんで、ちょっとそこ許してください。でもゲームコーナーこんなさ、ちっちゃいってのがウケますよね。本当になんでだろう。もっとなんかでかいイメージあるけどね、この中身見たら。今回ダイパっつって言いましたけど、プラチナでやります。なんかプラチナの方が連チャンの確率なんか高いみたいな情報も見ましたんで、まあそれ定かかは分かんないですけど、そんな情報を聞きましたんで、まあこれでやるっていう感じですね。で、私ネットでいろいろ調べたところ、やっぱ台によってなんか当たりやすいとか外れやすいとかなんかみたいのがあるらしいですね。それでとあるブログではなんかここでよく当たったみたいな話を聞きましたんで、ここでやっていきたいなと思います。まあでもその乱数とかでソフトによって違うみたいなこともあると思うんで、まあ一概には言えないと思いますけど、まあとりあえずここでやるっていう感じかな。でも多分まだコインケース手に入れたばっかなんで、コイン持ってないんで、コイン、手に入れようかな。50枚1000、あ、意外と安いんだね。500枚、できる、あ、全部買っとこうか。一応いっぱいね買っときます。で、なんかこのコインが多い数だけなんか確率も上がるみたいですね、連チャンのっていう情報もありました。ただこれもね、なんかあらゆるサイトに書いてあったっていうよりは一部のサイトに書いてあったのを見た的な感じですので、ちょっとその情報のなんか正しさってのはちょっとわかんないですね。本当に正しいのかってのは。はい、こんだけ2600枚手に入れや10連チャンいけんじゃないのこれで多分。はい、じゃあここでやっていきましょう。私これ初めてなんですよね、やるの。なんでちょっとね、いろいろ不手際あるかもしれませんが、まあ、結構念入りに調べときましたんで、多分いけると思うんだけどね。コインを入れるっていいのかな。で、それで、YBA って押してって、まあ、ここでね、普通のところでは目押しとかみたいのはできないみたいですね。これどうやってやんだ。はい、YBA。はい、いきますよ。あ、で、こうやって、今、ハイパーボールが下の画面に出てきましたけど、こうすると揃うらしいですね、柄が。で、これで一定確率で、下画面にピッピが出てくるとか、出てこないとか、そういう感じらしいです。なんで、あ、今逆になっちゃったな。で、基本的に YBA の順番でやった方がいいみたいですね。まあ、その理由もちょっとよくわかんないんだけど。まあ、なんで、まあ適当に、とにかく下画面になんか出てくるまで、適当にずっとやっておきますよ。はいはいはい。はい、また出てきましたね、ハイパーボールが。これで揃って、これで下画面にまたピッピが出るか出ないかみたいなのが、一定確率で決まるとか、そういう感じなんで、いや、出ないっすね。なかなか厳しいんですね。はい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 。はい、スーパーボール来ましたと。スーパーボール、あ、別に何もなんなかったっすね。はい、これでプレミアボール。プレミアボールの場合も多分同様かな。またピカチュウ当たって、いや、出ないもんっすね。一定確率でピッピー出るっつうけど、ピッピーはそんな簡単に出ないと。やっぱそれはね、当然ですよね。そんな簡単に いったらもうつまんないですから、このスロットも。はい、ハイパーボール来ましたと。これ揃って、それでまた出てこないと。はい、プレミアボールまた来て、プレミアボール来たけど、何も起こらない。で、基本的に目押しとかはね、できないらしいですね。で、このサファリボールの時はなんか目押しできるらしいです。これ月の石で当てるといいらしいですね。つっても私できないんだけどね。まあ適当にやるか。わかんねえから。はい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 。OK。はい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 。はい、揃いました。揃いました。まあこれ狙ってないですけど。一応適当にやっただけで合っちゃいましたね。まあ目押しもしかしたら必要ないんかな。勝手に合うんかもしれないですね。で、なんか今の月の石だと割と出てくる確率高いらしいですよ。どうやら。そのピッピがね、出てくる確率が。いや、もう全く分かんないんだけど。あ、オッケーオッケーオッケー。これ出てくんじゃん。出てこない。やっぱ目押しじゃないのかな。なんか全然目押ししてる感じじゃなかったけどね、さっき。
あ、来た来た。あ、で、これでピッピがなんか3種類いるらしくて、メタモンのピッピと普通のピッピと色違いのピッピがいて、それぞれでなんか、ボーナスの継続のなんか率みたいなのが違うらしいですね。で、こいつがもちろん一番最低のやつなんで、あんま良くはないみたいな感じですね。ただここで G か7を当てるといいらしいっす。はい、ダメか、ダメか、リプレイ。リプレイだからいいのか。ここで、G か7を当てると、ここも目押しできないらしいですね。あ、ダメだったね、ダメだった。これでもうダメなんかな？まだいけっかな？このいる間に当てればいけるらしいんだが、ボーナスに入るか？あ、OK！ 来た来た。これで揃うと？はい、来た来た来た。ボーナス入ったんじゃん、もう。早速。早いよ、これ結構。普通に結構早めだぞ。まだ10分も経ってないんじゃないか？はいはい。これで OK。で、あ、ボーナス入ったね。これで入ったら、このピッピの言われてる、この表情の順番にね、押していくらしいですね。はいはい、それで、いいよ。来たら、はい、この Y、B、A ってことですね。これをやればいいらしいです。はいはいはい。これ簡単だね。ただちょっと、私の場合ミスる可能性がある。なぜなら、アホだから。はいはい。これでボーナス今13、12ってなってますけど、これ15回で1セットみたいな感じになってるらしいですね。なんで、15回、この、もらうことができると、ペイアウトみたいな。平凡だね。ボーナスだけどなんか特になんか起こるってわけでもないんですね。結構なんか神経使うな、意外と。ドキドキするな。これ9連チャンの時とかドキドキめっちゃするんだろうな。あ、来た。これでなんか、月が赤くなった場合は、わざと外すらしいですね。わざと違うところ、をやるみたいな感じらしいです。そうすると、あれ、今外れちゃいましたね。どうなんだろう。一定確率でまだボーナスは続くとか、そういうことを言われました。はい、A、B、お、はい、オッケー。いいぞ、いいぞ。はいはい、戻って。え、一回しか続かなかった。マジか。そんな確率低いん。え、これ10無理じゃね？よっしゃ、行こう。プレミアポールか。お、来た来た来た。普通のピッピーだと思いますね、これは。すぐ出てきた。早いな、今回。一回ピッピー出たら、早くピッピー出るとかあんのかね。ちょっとそのあたりわかんないですけど。はい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 。ここで、まあ適当にここはやるしかないんだよね、多分。はいはい、頑張れよ。ここい。来ないか。7か G。いや、これ、目押しできないのかな、多分。OK、来た！来た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 、777来た。100万円もらえた。これでまた、え、早っ、ボーナスまたすぐ入れた。これいけんじゃない、もしかして。ワンチャン。はい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 。はい、1いくよ。ここでまた同様に、ピッピの指示に従ってやっていきますと。はい、いくよ。 5BAもう上画面見ないで下画面でできるから何やってんのか分かんなくなりますね、これ私は今何をやっているんだろう。で、ちなみになんか月が赤くならない時ってのは継続率が、その連チャンの継続率がそんな高くないらしいですね。なんでむしろ赤く光る時があった方がいいみたいな感じらしいんで、そこんとこなちょっと嫌だな。出なかったっすね、今回。行くかな。来い来い来い、ピカチュウみたいなのが出てきたぞ。はい、来た来た来た。普通に続きましたね、関係なく。今赤く光ったかな？赤く光った時は必ず外さないといけないから。はいはい。これいいのかな？わかんない。今多分赤く光ったよね。まあこれ結構地味だな。なんか派手な部分が全然ないからさ。普通にただやっていくだけになっちゃうね。ただコインはもう全然必要なさそうっすね。あんな買った意味なかったね。普通にこれ、貯めんの楽なんすね。なんかもっと、私、金銀版とかでやったような記憶ありますけど、全然貯められなかったような記憶あるんですけどね。気のせいかな、それは。OK、ラスト。どうかな、行くかな、これ。頼むよ、来てくれよ。はい、ボーナス、またピカチュウ来たから来んじゃね、これ。続いたー、続いた。3回目続いたぞ。いいぞ。お、来た、赤色来たね。赤色来たら外すよ。OK。ダメ？ダメな？無理か。マジか、悲しいな。3回で終わっちゃったね。オッケー。お、来た来た。早っ！お、来た来た来た！色違いピッピじゃね、これ。もうすぐ来たよ。何回か回したらもうすぐ来た。早すぎ。これ、行きたいよ。
行きたいよ、7当てたいよ、頼む。こういう時に限って、でもピッピ出たら大体そのままボーナス行ったからね、今までは全部確実に行ってるから。いやー、どうなんだろう、これは。これピッ、あ、ダメか、ダメ、いなくなっちゃう、マジか、マジやばい、いなくなっちゃう気がする。これやんないといけないの、目押し。 OK、 はい、これで来い、はい、来い来い。あー、ダメか、ピッピいなくなんないよ、頼むから。 OK、 来たー、777揃ったぜー、オッケー。こいつ行くんじゃない、もういきなり、いきなり行くんじゃない。今の赤く光ったってことなんかな、ちょっとわかんねえな、よくわからんな。いやー、怖いね。色違いピッピだからってなんか変わるっていうわけでもないっすね、なんか。はい、オッケーオッケー、これ行くでしょさすがに。オッケー、ピッピじゃないピカチュウ来て、はいはい、普通に行ったね。オッケー、行こう。これもしかしてめっちゃ早く行くんじゃね？つってもまだ2連チャンしか行ってないけどね。ふぅ、緊張すんな。戻っちゃった。あ、オッケーオッケー。あ、もうびっくりした。なんだあのフェイク。びっくりしたよ。お前色違いなのに、しかも一回もミスってないのにやること。なのに、今引っ込んじゃったと思ったら、普通に続いた。あんなフェイクあるんだね。そりゃずるいってよ。まぁ、ちょっと興奮したけどさ。オッケーオッケーオッケー。よし。ピカチュウ来て続くか。おい、いいよ。何も起こらず、すごい地味なんだけど、このボーナスが。また続くんじゃないこれ普通に。はいはい、ピカチュウ来たよ。これ続くっしょ。オッケー、5回目来た。10連チャン行くんじゃん余裕で。色違いピッピさえ来れば余裕でいけるんじゃないですか先輩。あ、これまた、今のなんだろう、赤マークかな、ちょっとわからんが。うわー、間違った、指示従っちゃった。うわ、これミスったかな。今のどうなんだろう、どういう判定なんだろう。オッケーオッケー、どうだろう、行くかな。ピカチュウ来たから行くんじゃん、行くよね。オッケー、来た来た来た、ミスったっぽいけど来たね、ちゃんと。あー、戻っちゃった。あー、マジか、こんな唐突。結構厳しそうだな。6で終わっちゃったね、マジか。そりゃしんどいな。間違ってないと思うんだけどね、あれ全然。ここもう何にもやることないから暇だな。本当にただ YBA 押すだけだもんね。で、絶対揃わないし。で、ボールも、モンスターボールとサファリボール以外は別に目押しはできないらしいですから。まあ、目押しするっつってもできないんだけどね、自分で。力じゃ。見えなくて。あ、来た来た来た。メタモンか。まあ、こいつ逆にもう外すっていうのもありかもしんないな。そのボーナスに入った後、わざと、あー、セブンセブンセブン。当たりましたね。このボーナスに入った後、こいつ従ってると変に当たっちゃって続いて、結局こいつ継続率が低いから、無駄な時間食うってのもありますから、わざとこいつの、ボーナスやめるってのもありですよね。まあ一応やるか。これで10連チャンいったら奇跡だもんね。あー、ダメかダメか。おお、オッケーオッケー、またフェイク来た。オッケーオッケー、来た。またピカチュウ来た。6回続いたよ、続いた。よし、続け続け。頼む。今回もミスってないぞ。私は。あー、ダメか。なんでこんなに引っ張って、いやいや、終わっちゃうんだよ。それ一番困るんだよ、時間の無駄だからね。いやー、しんどい。OK、来た。あー、またこいつか。こいつはもう逃しちゃった方がいいな。どうせ続かねえもん、10回は。よし、揃ったけど、今回は逃します。よしよし。さすがに、ほとんど外したら、さすがに終わりますね、ボーナス。あ、来た。サファリボール。オッケー、月の石で揃う。来い、来たー。あー、ダメだダメだ。まあ普通は挑戦しようか、普通の色違いじゃないピッピーは一応挑戦しましょう。ボーナス、オッケーオッケー。で、ピッピー出た時ってほぼ確実にもうボーナスいきますね、今のところは。一回も外れてないっすね、ボーナスは確実にいくと。あー、ミスった、またミスった。なんでミスっちゃうんだろう、急ぎすぎてバカだな。こんなの小学生でもできるのね。頼む、来てくれ。ミスったけど来て。オッケーオッケー、ピカチュウ来たからオッケー。よしよし、続くもんだね、意外と。ミスっても。よし、オッケーオッケー。無事に行ったよ。はいはい、来た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 。いけるんじゃん。6まで来たね。さっき色違い6で終わったけど、確か。よし、ここ来て。いいよ、来たよ。7まで行っちゃったよ。
ツーピッピで、もうここさ別に撮ってもさ何にも喋ることないわ。だってただピッピのさ踊りに従うだけなんだからさ何の実況することもないよ。やめてくれこれ、実況者泣かせだわ。よし来いよ。あ、8、すごい。よし、これで来るか。おい、来た。いいんじゃない、いいんじゃない。これ、おし、9まで行った、9まで行った。早いぞ、もう終わりだぞ。頼む、あと1回来てくれ。もうこれで終わり。最終ランだよ、最終ラン。オッケー、頼む、来てくれ。来い、頼む。ここ、オッケー、来た。ピカチュウ来たか。オッケー、来た。10来た。ナイス。よし、これでもういいんじゃない？今ここで終わらせはしないですけど、普通ピッピでもう来ましたね。10連チャン来たから。っていうことは、これ何分だ？かかった時間。かかった時間、1時間6分ですね。マジかよ。しかも喋りながらやったから、ちょいちょいなんか説明の無駄な時間みたいのあるから、だいたい1時間かな？めちゃめちゃ早いじゃん。超余裕じゃん。マジかよ。しかもこれさ、コインもガンガン増えてくね。しかも結構ミスったのに、全然続いてくれた。どういうことなんだろう。ミスっても全然確率的には下がんないのかな。それよほどミスりすぎない限りは。オッケー、11までまた行った。なんじゃ？余裕じゃん。何のイベントみたいのもなく、スーッと行ったね。よく見たら赤じゃなくてピンクっぽい時もあるんだよね。こういう時どうするんだろう。あ、今知りましたけど、白く光った場合は指示通り動かさないといけないみたいですね。私これ勘違いして多分間違えるようにやっちゃったかと思います。多分マジか。だからか。よしよし、ちゃんと確実に指通りに止めて、もうこれ確定ですね。次、よしよし、ピカチュウ来たね。やっぱちゃんと確実に続いた。12までいった。ありがたい。やっぱここの台はネットで言ってた通り当たり台なのかもしんないですね。まあ、少なくともプラチナでは、まあ、確定ではないですけどね。ん、また確定きた。すげえな。なんでだろう。続くんだよね。ありがとう、ありがとう。13までいった。すごいわ。頼む。続くんかい。続くんかい。やっぱ赤来たから、赤来た場合は続くことが多いっぽいっすね。すごい、14まで行くの。また赤来た。あ、そういえばこれ赤のやつは別に全部の指示に従わないっていうわけじゃないらしいっすね。そのサイトによると役を外せばいいだけなんで、揃えなければいいだけなんで、一回外せばいいだけらしいっすね。よしよし、あーダメかダメか、急に終わった。14か。でもいいよいいよ、14でいいよ。よしよし、もう9052枚も溜まったし、すごいな。めちゃめちゃ簡単に溜まんだね。なんかスロットやってる感じじゃなかったね。普通にもう自動的に溜まっていくみたいな感じで、全然余裕だった。あ、オッケーオッケー。あ、ということでこの技マシン記念どうぞ。大爆発でしたねみたいなこと言われたけど、全然もうスルーしちゃったよ。はいはい、技マシン64を手に入れたということで、手に入るのは技マシン64、技マシンポケットにしまったっていう感じでございます。さらなる大爆発を目指してスロットに挑戦してください。そういう意味で大爆発がもらえるのかな。 OK っていう感じでもらえるのが、はい、64大爆発です。大きな爆発を起こして周りを巻き込み攻撃する、使った後瀕死になる。うわ、これそれ、え、ちょっと待って、もしかしてこれってそのスロットやると大爆発してめっちゃ当たるけど、その後使った後に瀕死になる、つまり破産するみたいなことを言ってるわけ。めっちゃこのギャンブルとかをやりまくってると、そういう風にめっちゃ当たる時もあるけど、結局は最後に破滅するんだよみたいなことを暗示してるってこと。それだったらなかなかちょっといかついっすね。いや、ゲーフリー怖っ。ということで検証結果、とばりゲームコーナーで10連チャンするまでに1時間6分かかるでした。正直ちょっと動画としては頑張った感もアピールできないし、簡単にできちゃったから私自身全然達成感もないし、なんでちょっと困るかな。まあダイパリメイクも控えてるんで、こんな後ろ向かんとバリバリ行きやしょうや。